春、風型護衛艦。春、風型護衛艦。春風型護衛艦は、海上自衛隊の護衛艦の艦級。戦後初の国産護衛艦であり、戦闘指揮所、CIC を装備運用した初の国産艦でもある。建造費は、約24億円であった。百五十一年、昭和十六年、連合国軍最高司令官マシューリ自衛大将は、 連合国軍占領下の日本に対して、パトロールフリゲート、PF 及び上陸支援艇、LSSL を対応することを提案した。これを受けて1952年、昭和27年4月26日、海上保安庁内において、これら軍艦の受け皿となるとともに、将来の海軍の母体となるべく、海上警備隊が創設された。 そして同年8月1日の保安庁の発足とともに、海上警備隊は、海上保安庁の航の警戒部を吸収して、警備隊に改組され、陸上部隊である警察予備隊、後の保安隊とともに、保安庁の励下に入り、本格的な再編成への体制が整えられることになった。海上警備隊創設の呼び水となったフリゲート等の対応は、 政治上の問題から遅延していたことから、まず整備を完了した船艇を保管引受けとして着用し、機関要員の教育訓練が急ピッチで進められることとなった。警備隊の発足時に保有していた船舶は、保管引受け中の PF4 隻と LSSL2 隻、及び海保から所管外された、総海戦闘76隻であった。上自衛隊の総海戦3章。 対陽軍艦の引き渡しは1953年1月14日より開始され、PF は、く型警備船、LSSL は、ゆり型警備船として収益した。警備隊発足年度である昭和27年度予算では、これらの警備船の運用基盤を整備するための、支援船、水船や重油船などの建造が優先され、戦闘艦艇の建造は行われなかった。 続く昭和28年度予算でも、当初は小型総海船2隻が要求されたのみであったが、1952年12月末、大倉省より防衛分担金の枠内で130億円を艦船建造費に振り向ける胸の内地があったことから、第二幕僚幹部では、急遽戦闘艦艇の国産新造計画を立案した。本計画では、小型警備船、 DD2 隻とオツ型警備船、で3隻のほか合計16隻の建造が決定された。この高型警備船が張る風型であり、オツ型警備船は護衛艦、アケボの蒸気タービン装備とかズチ型、ディーゼルエンジン装備である。本型では、船団護衛や対戦紹介のほかに、漁業保護、救難作業への対応、機関設備の保持も求められた。 基本設計は財団法人船舶設計協会に委託して行われた。船舶設計協会では、旧海軍の白津湯型駆逐艦と朝潮型駆逐艦をタイプシップとし、アメリカ海軍のギアリング級駆逐艦の長所を取り入れる形で設計を進めており、船形はアメリカ海軍の駆逐艦が多用していた平ら板型が採用された。また、 船体構造も縦構造を主に一部を横構造としている。一方、復元性能及び旋海性能は日本海軍の基準が採用された。縦強度部材以外の部分については工作の容易性と公費節約を優先して若干の重量増加を覚悟の上で旧海軍の観光よりも一般に厚くなっている。これを補うため上部構造物には警護金、 白溶体色アルミニウムを採用し、重量を10トン以上節約している。また電気溶接及びブロック工法が初めて採用された。増波抵抗の低減を図るため、艦首の下部はバルバスバウとされている。また、当時の潜水艦はまだ原子力より通常、動力型が多く、手脳機ルを海面に露出して先進度で航行する敵船を 体当たりたで撃沈する状況も対戦戦闘において発生しうるとされていたため、選手材、ステムは強化されており、このバルバスバウの先端部は対戦用の昇格として用いる状況が想定されていた。旧海軍ではあまり考慮されていなかった乗組員の居住性の改善も企てられており、例えば寝台は旧海軍時代のハンモックを廃止、 米海軍式の三段釣りパイプバーストされた。ただし艦隊司令部施設を急遽追加したことで、当初の目論みよりも居住性は悪化しており、例えば海軍区画のスペースは一人当たり1.8平方メートルと、海軍時代の1.6平方メートルからの大幅な改善は実現しなかった。この設計変更は、海上自衛隊の発足前後に行われたと見られており、司令公室や、 爆僚室などが、士官居住区に割り込む形で設置され、基銃応急団薬庫を廃止して、司令部所務室が設置された。このほか、法の運用人員の当初見積もりが過小だったことも、あり、上員定数は、計画当初の200名から250名まで増加し、居住性は大きく低下した。また機関設備を、さらに充実させた2番艦、雪風では、 士官居住区はさらに十平方メートル縮小されている。本型では、指揮官には、蒸気タービン方式が採用された。本型と、明けぼのでマイナス二百一は戦後日本初の蒸気タービン艦で、あったことから、蒸気正常は、英米の新鋭艦よりもやや保守的に、むしろ対戦世代に近いものとして策定されており、蒸気圧力は、圧力、温度となった。例えば、 ほぼ同時期にアメリカ海軍が建造していた d l a 9 5 a 駆逐艦では圧力温度とされているのに対し、対戦中に建造されていたジョン・シ C. バトラー9 5 a 駆逐艦 WGT 型では圧力温度とされており、本型と近い数値となっている。また本型2隻の指揮艦は厳密に同一の機種ではなく、蒸気の蒸気正常と出力15000馬力に、 推進機回転数 400rpm という点では共通しているが、主ボイラー、主蒸気タービンいずれも形式、構造異なるものとなっている。ボイラーに関しては、単管蒸気発生量は、春風が63トン、時、雪風が62トン、時で、雪風のみ、空気を熱気を備えている。主蒸気タービンに関しては、春風は、旧海軍の駆逐艦用に類似した。 構成の四道衝動系を、雪風は二道衝動、反動型を採用した。特に後者は、その後の護衛艦に少なからぬ影響を与えている。機関配置は、シフト配置とされており、前側の機関が左軸、後ろ側の機関が右軸を駆動している。これは、ガスタービン介護も含めた護衛艦において、標準的な配置となっており、 秋月型 19DD に至るまで踏襲されている。本型の搭載装備のほとんどは MSA 協定に基づきアメリカから供与された。海上戦闘における情報処理の概念が旧体依然としていた当時にあって戦闘指揮所 CIC を装備運用したのは特筆すべきであろう。これは国産艦としては日本初であった。ただし、 国産艦でなければ、すでに、クス型警備船で CIC を装備運用していた。本型の CIC は、船、ストーム室の名称で、環境構造物内の01甲板、操打室の後方に設置されている。また上述の通り、本型は計画途中で、設計変更し、機関設備を設置した。この設計変更は、1954年、 昭和29年の海上自衛隊発足前後に行われたとみられている。保安庁警備隊時代の保有艦船はパトロールフリゲート PF クス型が最大であり、自衛艦隊や戦隊軍の機関とされた艦では適宜に回収して機関設備を追加していたが、やはり司令部能力は不十分であり、初の国産 DD である本型ではより充実した。 機関設備が求められるようになった。春風は、軍機関としての設備を有するものとされたのに対し、雪風は、さらに拡張して、自衛艦隊機関としての設備を有するものとされており、司令部区画の床面積は、春風では52.0平方メートル、雪風では62.3平方メートルとされている。レーダーとしては、対空捜索用として、アン sps-6 対水上操作用としてアップス -3 を搭載した。一方、電波探知装置イザムとしては国産開発のオルア -3 が装備されたが資料、技術ともに乏しかったことから性能的には非常に限定的なものであった。特別改装の際にオルア -3 は改良型のオルア -4 に換装された。ソナーはいずれも 戦後世代とされており、スキャニング方式の QHB を捜索用として、サーチライト方式の管を攻撃用として搭載しており、艦艇には2種のソナードームを持つ。また特別階層の際に、捜索用ソナーは、紹介性型のアン、SQS-11A、攻撃用ソナーは、アン、SQR-4、深度測定用と、アン、スキュー -4、 距離深度計測用の組み合わせによって更新された。また、後に捜索用ソナーは、さらに S S、SQS-29J、RDT 対応型アン、SQS-4 モッド1によって更新された。兵装類は、ほとんどをアメリカに頼っていたため、第二次世界大戦中に開発されたものが多く、搭載された。手法としては、 38口径 12.7cm 単装砲、MK35 インチ砲を全部に1機、後部に2機の計算機を搭載する。放射撃式装置、GFCS としては、日本側はレーダー包囲板を備え自動追尾可能な MK56 を要望したが、在日米軍事援助顧問団、マグ J は逆に MK37 を推薦し、交渉の結果、 X 型護衛艦に搭載されていた MK51 をもとに、標準機を新型化するとともに、風力修正装置を付加するな改良を加えた MK51 m o d 3が搭載されることとなった。また、広角機銃としては、MK240mm4 連装機銃を前後に1機ずつの計2機搭載しており、 これらは MK63 モッド 10GFCS による射撃式を受けていた。しかし特に MK51 は本来は3インチ艦射砲や4 0ト、mm、ル基銃の射撃式のものであり、5インチ砲の射撃式には性能的に不足であった。このことから MK51 は後の特別回送の際に完走され、春風では スイスのコントラベス社が開発したヤベルク GFCS 雪風では MK63 の直視型版といえる MK57 とされた。特にヤベルクは非常に先進的な機種であったこともあり、当初は故障が続出するなどの困難が絶えなかったが、合意版の機械的安定化やレーダー追尾方式など、その後 FCS-1 などの国産 FCS を 開発するにあたって、土台となる知見が多く得られた。対戦兵装としては、固定式の MK10 ヘッジホック対戦迫撃砲、あるいはその国産カバンである54式対戦団、発射機2機、爆雷投射機、警報量限各4機、爆雷投下機場2乗を装備していた。後の特別改装の際に、警報と爆雷投下機場は、半分に削減され、 代わって、MK2 単魚雷落ち車、機2機及び MK32 単魚雷各4発が搭載された。その他、スペースメイン以外では、対応されたアメリカ海軍の艦艇に劣らない装備を搭載していた。ただし当時の日本には、戦後の武器システムに伴う、電子機器などのデータが乏しかったため、後に、スペースや空調の不足をきたすこととなった。 春風は1956年、昭和31年4月26日に、三菱造船長崎造船所で、雪風は同年7月31日に、三菱重工業神戸造船所で、それぞれ竣工した。収益後、春風と雪風の両艦は護衛隊軍の機関を務め、春風は1958年、 昭和33年1月にはハエまで往復する2ヶ月に、渡る、遠洋公会にも派遣された。遠洋公会で得られた経験を生かし、1959年、昭和34年1月から約3ヶ月にわたって、特別改装が行われ、蒸気の通り伝送、兵装の換装が行われた。これにより、特に対戦兵装は、新造時の綾波型護衛艦。 30DDK に匹敵するレベルまで強化された。春風、雪風ともに蒸気の特別階層など、たびたび階層を受けつつ、第一戦にあったが、1973年、昭和48年に、春風は、第一潜水隊軍、雪風は、実用実験隊に配属され、第一戦をいた。雪風は、 栄光式ソナーの実験など数々の実験に従事し、1981年、昭和56年3月に特務官に変更され、1985年、昭和60年に除籍された。春風も1981年、昭和56年3月に特務官に変更された後、1985年、昭和60年に除籍された。春風は除籍後も、 海上自衛隊第一十課学校で教育資料及び桟橋として経流保管されていたが、塩害による痛みが著しく進行したため、2001年平成13年11月に売却、解体された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。